石野七瀬さん。おはようございます。なになになに、西野さんとその春菜ちゃんと今ねどうもみたいなやりとりは実は二人結構ねお友達なんでしょ。そうなんですよ、ね、すごい展開でね、すごいスピードで仲良くなって、はい、急展開、急展開です、はい、びっくりの急展開なんだよね。だそのあなたの番ですの時来てくれた時は、うん、お前が黒幕だろうって罵倒してたんですけど、うん、もうそっから急にね、急に二人で海外旅行に行かせてもらったり、はい、年末年始今年の。なんでそんな急に近くなったの。一回そのご飯に行かせてもらった時に、うん、それがもう年末近くて、うん、で年始どうするみたいな話をしてて、うん、で私がその後に海外行きたいなって思った時に、はい、その友達がなかなか一緒に行ける人がいなくて、うん、あまだ決まってないってそういえば言ってたなと思って、うん、1回しかご飯行ってないんですけどダメ元で誘ってみたんですよ。お意外と OK 出て行きます。すごい軽いね2人とも。めちゃくちゃ軽いんですよ、はい、なんか2人でアメリカに。じゃあもうギューッと近くなるまでそれ旅行行ったらね。そうなんです、はい、あのもう夫婦と間違えられて何ですか。空港で夫婦と間違えられたんですあのそうなんです、2人でいたら新婚夫婦だと、はい、そうなんです、あのこうパスポート見せるところで2人でこう何言ったらまずなあちゃんが見せて、うん、その後に旦那さんって言われて違います彼氏でもなく彼氏でもなくいきなりもう席を入れてるっていう設定、はい、それぐらいね2人が収まりが良かったんだろう ね、 なんかねあまりにこう仲良さそうに見えたからあこれ旦那さんなのかなと思って、はい、そう、はい、そんな仲良しなんですね。なあちゃんが来てくれたってことで春菜ちゃんもテンション上がってると思いますので、はい、なあちゃんもぜひぜひクイズ楽しんで帰ってくださいませ、はい、お願いします。まずはあの人気ロックバンドが町おこしのために立ち上がった話題からいきましょう。クイズッス。はい、南原さんと私が MC を務める歌唱王が今夜7時から放送されます、うん、1万人以上の応募から選び抜かれた10人には最年少は14歳の中学生から最年長は52歳の観光バスの添乗員さんなど、あと福島の塗装工場で働く女性や子供を持つお母さんなど本当に色とりどりの歌声に私も魅了されました、その中から今夜歌唱王日本一が決定します。ぜひご覧ください。さあということで西野さんが出演する歌唱を今夜7時放送です。本日のゲスト西野七瀬さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。僕はまた来週です。さよならと。ありがとうございます。失礼いたしまして。あ、おしゃれ